本年1月、東京都は住民から提起された監査請求において、厚生労働省の若年被害女性等支援事業の要項等に基づいて実施され、事業経費の一部を国が公金から支出している東京都若年被害女性等支援事業の受託者の会計報告に不当な部分があるとして、7年ぶりに理由あり、任用との監査結果を公表しました。極めて異例のことであり、まさに税の使い道を正す行政改革として、関連する事業を包括的に見直す必要性が強く示唆されるものであると考えますが、厚生労働省の国庫金支出の責任について、総理の認識をお伺いします。当該委託事業者は現在、困難女性支援法に関わる基本方針、政令等について検討を行っている厚労省主管の困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議の構成員となっています。当該事業者は法整備以前に設置されていた検討会でも構成員でした。議事録によれば、当該検討会の中で若年女性への活動支援を展開するにあたり、具体的な金額を挙げて予算付けを要望し、また、しかるべき法制度を検討するよう求めました。構成員が所属する団体へ利益誘導しているとも考えられますが、利益相反の観点から、また、外形的公正性の観点から、こうしたことは適切と言えるのか、総理の見解をお伺いします。東京都の若年被害女性等支援事業に関するお尋ねがありました。補助金の執行にあたっては、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律に基づき、政府として適切に対応しております。東京都の若年被害女性等支援事業に関する監査の状況としては、東京都において、本年2月28日までに再調査等を行うこととされていると承知をしており、再調査結果等を踏まえ、必要な対応を行ってまいります。また、ご指摘の有識者会議等の構成員については、これらの会議が困難な問題を抱える女性への支援に関する大きな方向性の議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験などを総合的に判断して選定するとともに、議事運営を適切に行っているものであると承知をしております。